2005年撮影上作子は、マルタ共和国出身のアメリカ合衆国の漫画家、ジャーナリスト。彼は1996年にアメリカンブックアワードを受賞した、パレスチュナとボスニア紛争を題材にした、政府エリアゴージラで世界的な名声を獲得した。上作子は1960年にマルタ共和国に生まれた。彼の父はエンジニアであり、母は教師であった。1歳の時、 彼は家族と共にオーストラリアに移住し、1972年にロサンゼルスに移るまで、そこで幼少期を過ごした。彼が初めてジャーナリズムに携わったのは、オレゴン州サンセット高校の新聞においてである。彼は1978年に高校を卒業した。昨今は1981年にオレゴン大学において3年で、ジャーナリズムの学位を取得した。 彼は当時のジャーナリズムに強い不満を抱いていた。彼は後にこのように述べている。私には何らかの意味をもたらすような強烈で興味深いジャーナリズムの作品は見当たらなかった。全国交渉人協会で彼がついたジャーナリズムの仕事は非常に退屈なものであった。彼は間もなくそこでの仕事を辞め、いくつかの工場での勤めを経てジャーナリストとなることを諦め、 マルタに戻った。私は、ジャーナリストとなることを諦めたの道へ進む決意を、しました。それは漫画を描くという、もともと私の趣味だったもので、これで生計を立てることができないだろうかと思ったのです。と、彼は、BBC の取材に対し語っている。彼はガイドブックを刊行している地方の出版社に、向けて、仕事を始めた。彼自身の好みから、彼は、イムハバベラと題した、 恋愛漫画を執筆した。これはマルタ語で描かれた最初の漫画の一つである。というのも、マルタ共和国では漫画の歴史がなく、漫画は子供向けのものだという考えもなかったのですと、彼はザ・ビレッジ・ボイスのインタビューで語っている。例えば、作中で妊娠してしまった少女が中絶のためにオランダに行きます。マルタはカトリックの国なので、離婚すら許されていません。 だからそれは異常な出来事なのですが、誰もそれに関して騒ぎ立てたりはしませんでした。というのも彼らはそのようなことが漫画の題材にふさわしいのかどうか判断することができなかったのです。昨今アメリカに戻り、1985年に風刺的なオルタナティブコミックの雑誌であるポートランドパーマネントプレスをオレゴン州ポートランドで出版した。 15ヶ月後に雑誌が廃刊になると、彼はザコミックスジャーナルで記者の仕事に就いた。ここでの仕事は彼にもう一つの風刺的な漫画作品、セントリフヘゲル・バンブル・パピーを描く機会を与えた。この題名は、オルダス・ハックスレーの素晴らしい新世界に登場する複雑な玩具から取られている。しかし、サッコは世界旅行により強い関心を持っていた。百八十八年、 彼はアメリカを後にし、後に自伝的漫画作品ヤフーで語られることになるヨーロッパ横断旅行を行った。この旅行は当時進行中だった湾岸戦争に彼を向き合わせた。1991年、彼はパレスチナの元となる調査研究を始めていた。ヤフーの湾岸戦争の章で、昨今は中東政治の研究に引き付けられた。彼は漫画の大作、 パレスチナの準備のため、イスラエルに旅行し、パレスチナ自治区を訪れた。パレスチナは、長短の作品を集めて作られており、いくつかは、昨今の旅行とパレスチナ人との出会いを描写したもので、いくつかは彼らから聞いた話をドラマ仕立てにしたもので、ある。パレスチナは1993年から2001年に、かけて観光され、第1巻は1996年に、 アメリカンブックアワードを受賞した。サッコは次に、ボスニア紛争末期にサライボとゴラジデを訪れた。そして、パレスチナと同じ漫画形式で、セーフエリアゴージダ、ザ・フィクサーと作品集を、エス・エンドを発表した。2001年にサッコは、セーフエリアゴージダにより、アイズナー賞を受賞し、ウォー、エス・エンドにより、グッケンハイムフェローシップを獲得している。 彼はまた戦争犯罪からブルースに至るまで様々な題材を扱ったグラフィックルポルタージュの商品を複数の雑誌に寄稿し、ハービー・ピーカーのアメリカン・スプレンダーにもイラストを載せている。サッコは2007年現在オレゴン州ポートランドに在住している。近年彼はイラクの出来事を描いた2つの8ページの漫画をガーディアンが見に載せ、加えて ハーパーズマガジンに16ページの漫画を載せた。ありがとうございます。